アルカ。ありがとう、黒崎さん。あなたならきっとイルマを救ってくれると信じていました。そんな、別に俺にはただあんたの声が聞こえただけで。いいえ、それはあなたが優しさという強さを持っているからです。そしてその強さがイルマを、そして私を救ってくれたんです。お前は本当にそれで救われたのか。バカ言うな。自分を犠牲にして何が救いだ。それじゃただまた俺がお前を救えなかっただけじゃねえか。違うわ、イルマ。私はいつも救われていたわ、あなたの声に。この世に生まれた苦しみを鳥かごの中に入れ、静かにしまった私に差し伸べられたのは、温かいあなたの手のひら。絶望の日々から救ってくれたの、その声が生きる希望だった。私が死んだ後もいつも語りかけてくれた。嬉しかったの本当よ、悲しみよりも深くあなたを知れた。そんな気がしたわ。今伝えたい私てでも取り戻したい。悪魔にだってこの身を捧げたと思う。今だから知る俺の過ち、お前の涙を今拭いたい。今だから知る俺の過ち、流れるはずのない血、俺の罪。心に語りかける声は心を救う声。音も立てずに落ちる花びらのように、過去と未来をつなぐ道しるめになる。今旅に出るあなたの声を、いつまでもいつまでも抱きしめて。今魂に光を灯し、お前の声を抱いて生きてゆく。伝えたい俺の声を、たまげに言えなかった一言。今
伝えたい俺の声を、お前に心からのありがとう。今伝えたい俺の声を、お前に言えなかった一言。今伝えたい俺の全部終わったぜ、ルキア。お前のおかげで俺はまた強くなれた。だから今度こそ、まあ今更かもしんねえけど、ちゃんと伝えてえと思う。ありがとな。礼を言われるほどのことはない。ああ、お前の声ちゃんと聞こえてるぜ。なーにをロマンティストを気取っておる。まったく気色の悪い。これ心の中じゃねえよな。はあ、まさか幽霊なわけねえか。お前死神だもんな。っていうかどうして、お前が私の残白刀を持って行ったと聞いてわざわざ取りに来てやったのだ。じゃなくて、なんで生き返ったのかって聞いてんだよ。朽木隊長の調査が功を奏したんだ。どういうことだ。抜刀に切られた者は皆血は全て失ったが、体そのものは残っていた。そこに注目した朽木隊長は蘇生の可能性を探っていたんだ。朽木隊長が抜刀の怨念を解いてくれたおかげで、奪われた血は霊視となって元の体へと戻り、皆無事に息を吹き返したと、まあそういうわけさ。なんつう荒技だ。死神は強い。そう簡単にはくたばらん。私を救ってくださり本当にありがとうございました。改めてお礼を言わせていただきます。ああもう、あんなに悲しんだ俺がバカみてえじゃねえかよ。イチゴ、お前にも改めて礼を言わせてもらう。ありがとう。え？死んで悲しんでくれる仲間がおるということは、心を安心して置いて行ける場所があるということだからな。バカ言ってんじゃねえよ。あんなのはもうごめんだからな。遺言聞くために仲間やってんじゃねえぞ。そうだな。二度とあんな思いをしねえために俺ももっと強くなる。それが死神の力をもらったこの俺の務めだからな。これからもよろしく頼むぞ、イチゴ。ああ、俺はこの力で大事な仲間を守り抜く。俺は死神代行、黒崎一護だ。いくつもの光と影が明日を描く点と線が交わり砕けて熱く深く We never stop
き道を照らすのはこの刃、強さと覚悟で渾身の一振り。長い道のりも決して回り道じゃない、確かなお前の歩みだとその胸で知るだろう。信じる想いが響き合い、景色が一つになる。本日はありがとうございました。ありがとうございました。
間で音はシグレー風を切れ空を前繋がってく絆で誰にも譲れねえ守るべきもののために俺の番だ。マイヤーガンじゃねえ今の俺はやべえぞ後に引けねえ血だらけで這い上がってきた何度でもそれが俺の力食らいつけその気まで稲光が似合うぜドグロ負け吠えまくれキングオブワイルスネイはい1個目どうはカメラが入ってますはい2個目さあ全てのカメラさん寄っちゃってくださいてめえばっか独占してんじゃねえあすいません